助けてくれる人は誰もいない。これね、結構僕の、あのー、マインドセットであるんですけど、まあ、助けてくれる人は誰もいないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、お金をね、くださいって言ってもね、なかなかくれないですよ。お金に困ってます。お金ください。まあ、何割かはいるかもしれないですけど、その何割にたどり着くのも難しいでしょうね。街中で、お金に困ってるんです。 今日借金返済の期日なんです。お金ください。お金ください。どうですか今日借金返済なんです。お金ください。お金ください。で街中歩いて、100万円もらえますか ?300 万円もらえますか多分非常に難しいでしょうね。だから、企業助けてくれる人いないんですよ。今月300万返済しないといけない。 それを恵んでくれる人はまあまあいないですよ。1000万恵んでくれる人はまあまあいないですよ。<laughs> まあ中にね、いるのか分かんないですけどね。まあ僕はいないと信じてます。うん。その300万今月返済なんです。赤字麻雀店100万マイナスなんです。僕が経営してるあ赤字麻雀店今月100万の支払いなんです。お恵みください。従業員が路頭に迷うんです。 助けてくくだだささい。い。お金ください知らねえよって話ですよね。はっきり言って。なんだこいつみたいなね。<laughs> まあ中にはね、かわいそうだなと思う人もいるかもしれないです。でもかわいそうだなと思っても100万円くれないですよ。うん、って思っといた方が <laughs>、うーん、腹くくれるというか、うんまあ、やりきれますね。 誰も助けてくれないと。だからやるしかないっていうマインドセットは、僕はあった方がいいと思いますね。誰も助けてくれない。誰も金くれない。だからやるしかない。お金をもらうためにはどうすればいいのか。何かを提供しないといけない。何かお客さんの問題を解決しないとお金はくれない。だからお客さんの問題を解決しよう。お客さんは何に困ってるんだろう。お客さんは何が欲しいんだろう。それを考える。そして実行する。そして提供する。提供した見返りをもらう。うそれしかないですね。 いってらっしゃい。